愛してるよ、愛してるよ、愛してるよ、みんな愛してるよ。さあ今回のラブトーク、お相手でございますがアパレル兼 YouTuber でございます神田和劇場さんでございます。よろしくお願いします。よかったです。現場に入るときに、はい、まあ、エレベーター待ってたんですよ、はい、ゴリゴリのオバハンパーマかけたサングラスしたマスクをした女性が僕におはようございますって言われたんであれ俺これが神田和劇場かって一瞬下で悩んだんですよ。もちろん見てましたよ、 YouTube もそうやしプロフィールとかももちろん知ってますけど、会うの初めてなんで、はい、様変わりしたなって一瞬思って、あ、子育てとかするようになったらこうしっかりおばはんに寄ってくんやなってそんなにでも画面と違くならなくなる。いやもちろんそうなんですけど本当にびっくりしたんですよ。この業界の方じゃないとおはようございますって挨拶しないじゃないですか。そうですよね、はい、だからちょっと、あ、神田劇場さんで変わりはったなと思ったら、あの別の回で降りられたんであ、よかった、ちゃんと本物来られたなって思う。はい、神田です。ありがとうございます。神田さん2回目です、私お会いするの。え2回目なんですよ。抱いてます？抱いてないです。抱かれてないです。あの昔私芸能の方をかじってた時があって、はい、アイドルの友達が結構多いんですよ、はい、で当時アイドルの子と舞台やってて、うん、その子に誘われて真っ昼間のカラオケ一緒に行きました記憶にないな。ないですよね。誰アイドルって？矢沢です。アイドリングの。あ、矢沢。はい、俺矢沢と昼にカラオケ行ったの。行ったんですよ。時にいらっしゃったんですか？はい、なんか3人でよく分からずカラオケ行って本当に2時間で解散したっていう。あの矢沢が好きやったからね、カラオケ。あ、そうですそうです、そうです。で俺よう呼ばれてたんですよ、深夜とかでも。わかりやすく言うとお金払いにすぐにご一緒したんですねそうですそうです。どうでした、その第一印象は？いや、かっこつけてんな帽子深くかぶって、なんか好きやん、どうぞみたいな。あの矢沢ちゃんの会、高いお金だけ払って、はい、何の成果もなかったんであんまり楽しくなかったんでしょうねそうか、じゃあ2度目ましてですね、すいません。いやいや、僕は本当に神田さんがいなければうちの嫁とは結婚してなかったと思うのでそこまで言えるんですか？まあ、うちの奥さんが、はい、もともと神田さん好きで、はい、で僕にこういう人がいるんだ、はい、好きなんだっていうのね、今も見してくれてるんですよね、はい、でそれのきっかけで、まあ、SNS フォローさせていただいたりとかの流れで今こうね、一緒に動画撮らせていただいてるじゃないですか。大元うちの奥さん地方に住んでて、もうずっと神田さんが好きで、神田さんに憧れて、神田さんが通ってる東京の美容室にもう新幹線代出して来てとかをしてたんですよね。はいはいはい。でそんな待って、一回美容師になってるんですよ。あ、そうなんですか？うちの奥さんは。はい。おー、へー。それきっかけで、へー。で美容師になって、美容師を辞めて、で辞めて次お仕事何しようかなってなった時に、神田さんのことが好きやから、神田さんが働いてた、もう過去のね、あ、はい、アパレルのブランドに就職したいってなるんですよ。で東京に面接来て合格したから東京に引っ越してくることになったんです。すごーい。で東京に引っ越してくることになったから、東京に友達おらんで俺に連絡来たんです。ほう。そっからご飯行くようになって付き合うってなったんで。おお、じゃあ今日はちょっと何でも本当にだから、神田さんがいなかったら、ひょっとしたらうちの嫁は東京に来てなかったかもしれないし、神田さんのことが好きで、神田さんのね、ファッションコーディネートで、はい、あの全身真っ黒のコーディネートをされてたり、そういう本を出したりするじゃないですか、はい、それを好きで、うちの嫁も毎日喪服みたいな格好してます喪服じゃないです。本当に何回言うても黒の服以外着ないです。いや、それぐらいうちの奥さんに影響を与えた方。イエーイ、ありがとうございます。それでお付き合いできたってことですか？もともと地方に住んでた時にたまに連絡取ったりはしてたんですよ、うん、でその美容室、はい、神田さんの美容室に行くってなった時に、東京でじゃあたまにご飯行こうかぐらいの関係なんです、はい、でもこの就職する、はい、神田さんが働いてるところに就職するってなって引っ越してきたから。すごい。それがなかったら多分今結婚してないから。なんかそこまであれだと、なんかちょっと嬉しいけど、はい、すごいですね、運命変えたなっていうの自分で。いやいや、そうですね。まあ、僕の運命もそうだし、僕の奥さんの人生も多分変えてますよ、はい、ですよね。
ね。神田さんものすごいお酒飲むでしょ。びっくりするぐらい。あの YouTube の動画を見る限りめちゃくちゃ酒飲むじゃないですか。大好きです。それに憧れてうちの奥さんも海賊ぐらい酒飲みますから。憧れてですか。憧れてですよ。本当ですか。はい、なんか嬉しい。最近ね、お子さんが生まれてってことでしょ、はいはい、で、画面の外にはこのお子さんがいる状態で撮影でしょ、はい、今どんな気持ちですか。そこに娘をほっぽり出して今こう撮影してる感じ。まあでも、見とけよって感じ。ママの働き様を。そうですね。どうやったんですか、この結婚する決め手みたいな。決め手ですか。いや、今まで、うん、いろんな恋愛もしてきたでしょ。この人、今の旦那さんって思えたなんかきっかけはあるんですか。でも顔が一番好きです。あ、男前。あ、でも例えるならば長友さんとかサッカーの、はいはい、あとピースの綾部さんとか。あ、割と男臭い顔だ。なんかそのザ王子系ではないんですけど、うん、それがもうドンピシャです。だから決め手は顔だと思います。いや、だって顔はさ劣化していくじゃないですか、年々。でも、もうタイプやったとこですか。でもめっちゃタイプです。もともと球場で出会ったんですよ。え、野球場で、うん、私の席に座ってた人なんですよ。ほう、間違って間違って、うん、で、すいません、私の席なんですけどってパッて顔見たら、うん、めっちゃイケメンってなって、うん、そっからちょっと自分から番号聞いて逆な。そっから始まったんですけど、その後2年後くらいに多分付き合ってたんですかね。けどやっぱり永遠にずっと顔だけは好きです。状態。中身は？中身もいい人ですよ、うん、いい人です。ただなんか恋愛するには多分物足りないタイプで、ドキドキはさせてくれない。あ、全然できないです。さしてもらったことないです。いや、でも羨ましいです、そういう風に言われる旦那さんが。私のところも真逆です。真逆なんですか。はい、本当に付き合って、まあ、結婚して、まあ、丸4年5年ぐらい経ちますかね。トータルすると1回もかっこいいって言ったことないです。言わないだけじゃないですか。いやいやいや、でこれを嫁にね、はい、別に俺かっこいいタイプじゃない、それはもう理解してると。まあ、国民的にもなんか国民的にで言います。まあまあまあ、そのタイプやから。それは別に俺ええと、嘘でええから、まあまあまあ、ノリでええから、一言かっこいいって言ってくれ、嫌、はい、やと。自分に嘘はつきたくないっていう。おお、まっすぐ。なんで心にもないことを言わなあかんねん。だってかっこよくないやん。はっきり言う。全くだから顔なんかタイプじゃない。あ、でも実物の方がお綺麗ですね。何お綺麗。なんだ、お仏や思ってた。今日うんこと喋ると思ってた。違う違う、毎回おむつ替えるときにうわ、色が出てきてるなと思った。違うですよ、私今日好きめっちゃ好きで。ああ、ありがとうございます。もう多分ずっと見てるんですよ、うん、初期の方から。二度目ましてですけど、うん、井上さんくらいのレベルで、はい、なんか知っちゃってる感じがするんですけど、うん、実物の方がお綺麗。お綺麗ってなんなん。かっこええねや、だから。なんでかたくなりその5文字言わへんの。かっこいい。いや、かっこいいっていう嘘はつけない。いやいや、一緒一緒。うちの奥さんが憧れてる人。じゃあもう今の旦那さんも顔がもうど真ん中だ。ど真ん中。過去いなかったんですか、それぐらい大好き、顔ど真ん中って人は。いました、いましたけど、うん、4人目で多分私ゴールしてるんですけど。早いですね、付き合った人数で言うと。かもしれないです、うん、遊んだ数はもっとあれですけど、うん、だそれの中ではこう徐々にこう自分の理想に近づいて。今遊んだ数はっていうのはワンナイトみたいなこと。ワンナイトはないです。あ、普通友達としてってこと。友達としてだったり、なんていうんですか、ハッサンです。ワンナイトじゃない。ワンナイトじゃないですよ、ハッサンです。あ、一夜限りではないけど、そういう大人の関係になったことはもちろんあるけどっていう。ありますけど、うん、もう真剣に人として一対一でお付き合いしたのは4人。もう徐々に自分のタイプに近づけていってた。そうです。その発散も含め、はい、変な男はいなかったんですか。いっぱいいましたよ。どんな男いました。飲んでる場所を私の周りに聞いて勝手に来ちゃう人とか。怖っ。でその人にこれ乗って帰っていいよって言われて帰ったんですけど、そしたら住所がバレて。タクシーでこれ乗って帰っていいよって言ったら住所がバレちゃったとか。うん、そのこれ乗っていいよって言って住所が特定された男性、ストーカーみたいにならなかったんですか。あ、ならなかったです。ならなかったけども、その時点でだいぶやばかったんで、うん、私行きつけのスナックがあったんですよ、うん、でそこの
ママとオカマにヘルプっつって、うん、その2人がガン詰めしてくれました。その男にかわいそう、はい、何してんのって。でも好きやったからでしょ、男からしたら。その好きのアプローチ方法が間違ってるよ、まあ、びっくりさせちゃって引いちゃってるよっていうのを2人が言ってくれて、うん、そっからは。え、他そういう修羅場みたいなのは。修羅場はあの飲み友達の家に酔っ払いすぎて一緒に帰ったんですけど、お世話になってた先輩、過去男。したら絶対抱かれるフラグ違うんです、本当にそういうのがない人で、うん、そしたらセフレが待ってたんです、お家に。あ、男もろくでもないね。あ、そうです、男はろくでもないです、うん、で、そいつのセフレが待ってて、うん、バンってドア開けたら女の子こうやって立って、セフレですよね。そうです、そうです。 でも私その時セフレだって分かんなくて、うん、あ、彼女さんですか、ほんとすいませんみたいな、ちょっとトイレお借りしますで、ちょっとリバースさせていただいてたんですけど、で、翌朝、もう翌朝になるんですけど、うん、私酔っ払ってて多分ソファーで寝てたんで、そのまま寝たの帰らずに気持ち悪すぎて。で、そしたら翌朝家の主がいなくて、うん、女の子と一対一だったんですよ。セフレと、はい、神田さんと、はい、めちゃくちゃ意味わからない別に彼女でもないからね、相手側も。そうです、私のものとも言われへんし。ねえ、どういったご関係ですかっていうガン詰め状態が始まって。それだってセフレ側からしたらセフレやと思うもん。あ、そうです、そうです、そう思われてたらしくて、うん、いや全然本当に先輩で飲み友達で、うん、ご覧の通り本当に酔いすぎちゃって、うん、あの帰れなくてちょっと寝かせてもらって。あなたは一体誰ですかと聞いたわけですか。あ、聞きました。そしたらなんかモニョモニョしてて、うん、なんで家の主に彼女じゃないのって聞いたら、うん、セフレだって言ってて、本人からはセフレだとは言わんかったけど、すごい状況、なんかそんな状況に陥っちゃいました。いや、だからそれはひょっとしたらその家の主男性、はい、3人でしたかったんじゃない。いや絶対嫌ですね。女性って、はい、いや、この男ともう絶対そんな関係ならへん、うん、私らも友達やから裸見ても何にも思わへんよとか女子言うでしょ、はい、男は裸見たら何とか思いますよ。思うんですか。思う。なんで。男だもん。やだ、何ねえ、いや、やねえいや絶対そうやって。多分その先輩はもともと友情関係やろうけど、で、家にセフレが待ってる、神田さんもベロベロ、これはワンチャンあるんじゃないかって思ったと思うよ。男ってそんなに欲で生きてるんですか。いや、全員が全員とは言わないけど、はい、家にセフレ待たせる男ですよ確かに、うん、絶対思ってると思いますよ、それは。確かに。その先輩と今でも仲良しでしょ、もちろん。あ、全然もう切りました。なんでそんなことなの。いや、なんか結婚して結婚してというか、まあ、その今の彼と付き合ってってなって、もう全員切ったんですよ、うん、男。はい、にぃそうなの、ママっていう感じで別に切らんでええやん、友達やったら。いや、友達だけど飲み友達っていう部分が強いんで、結局なんか飲み会とかもし参加した時に嫌じゃないですか、自分もまた酔っ払っちゃってなんかやらかしたり。え、酔わへんかったら酔っちゃうんですよ。なんでそんなヘベレケなるまで飲むの楽しいから。いや、ほんまだからうちの奥さんに悪影響与えてるわなんでですか。そんな、それは私の責任じゃない。いやいやいや、神田さんがそのタイプですから、うん、その人に憧れてるからですよね。4リットルの角杯飲んでんすよちょっと、それは私じゃない。4リットルですよどういうこと。手弱でそれ、私持ってんの2リットルですね。いやいや、これでも大概やっぱ神田をしたいというやっぱ思いがあるから強いな。最後まで見てくれてありがとうございます。続きのトークはあなたの夢の中で。